フェルナンド・デラルアは、アルゼンチンの政治家。労働、正義、教育のための同盟に所属し、1999年から2001年まで、大統領を務めた。聖はデラルアとも表記される。アントニオ・デラルアと、妻、エレオ・ノーラ・ラブルノの子として、コルドバに生まれる。地元の軍事学校を経て、コルドバ国立大学から、法学の学士号を取得。 裁判官の父が、中道、旧新市民同盟の熱心な支持者だったことからは各、して政治に関わり、1963年に、アルテロイア政権の内務省に抜擢された。1970年に、ブエノスアイレスの名士の娘と結婚し、密子を設けた。長男のアントニオ・デラルアはシャキーラを世に送り出した、プロデューサーである。1973年の上院選で、 ブエノスアイレス市選挙区から出馬し、国政デビュー。数ヶ月後には、同年9月の大統領選でユーシアのリカルド・バルビン議員の副大統領候補に指名されたが、フアンペロンに大差で敗れた。36歳というあまりの若さから、チュペテのあだ名が付けられた。1976年のクーデター後は、ブエノスアイレス大学で刑法学を教える傍ら、 法律論の書物を4冊表した。民主政復興に伴う1983年の上院選で圧倒的な支持を得て、ブエノスアイレス市選挙区から再選。経済危機の煽りを受けゆ資や候補が大苦戦した1989年の上院選でも、デラルアは正義党と民主中央同盟の選挙協力の裏をかいくぐり、勝利した。 ブエノスアイレス市の選挙民から1991年に会議員に選ばれたが翌年の特別選挙で上院に返り咲いた。この頃には大統領候補としても一目置かれ始めた。1996年にはブエノスアイレスの初の民選市長に就任した。市長時代は慢性的な財産税脱税問題にいち早く取り組んだことで人望を得た。 1999年の大統領選では悪化する社会的、経済的問題に加えて現職のカルロスメネム大統領の汚職体質や身内に対する配信行為を急断し形成を優位にしていった。その結果、ライバルのエドゥアルド・ドゥアルデブエノス・アイレス州知事を安や々すやすと下し当選。同年12月10日に就任したデラルは政権は待ったなしの経済危機問題を 引き継いだ。まずは、公共事業費と教員給与のカットとともに、公共育サイトへジェック、あるを解説。就任当初は、高い支持率を享受したものの、連立パートナーとの不和や、不況の長期化、汚職対策の失敗、大統領自身のカリスマ性の欠如やぐずぐずした態度は、公のイメージを損ねた。七月十九日には、冠老脈バイパス手術の、 公安者であるレネ・ファバローロ博士が連邦政府からの数百万に及ぶ未払い金を苦に自殺し、政権の無能ぶりを世に知らしめた。4月には、労働法改正案をめぐる複数の有志や、所属上院議員と官僚の増収愛が明るみにで、アルバレス副大統領の辞職に発展。10月6日の抗議運動で、ロドルフォ・テラーの官房長官はじめ3閣僚が追辞職し、 政権は窮地に追い込まれた。ホセルイス・マチネア経済相は、緊縮財政措置を講じ、12月に国際通貨基金から380億米ドルの融資を引き出した。しかし景気悪化と削減の失敗で3月5日に隕石辞任し、2週間後に公認のリカルドロペスムルフィがついた。2001年3月19日に支持率が18%まで低下した大統領は、 1990年代初頭にアルゼンチンの奇跡を起こした経済学者のドミンゴ・カワーロー経済賞に当てた。これはしかしデリバティブ市場から絶望的な行為と解され大量のアルゼンチン国債が空売りされた。これによって400億米ドル以上の資本が国外に逃避した。2001年12月21日に辞表を提出する。 デラルは全国200万人の公務員給与の13%カットを含む大胆な予算削減も膨れ上がるアルゼンチン国債のカントリーリスクを抑えることはできなかった。債務支払いコストの増大により債権者との債務交換が順調に進んでいたにもかかわらず国債市場へのアクセスがさらに制限された。このような情勢の中2001年10月の中間選挙で 連立与党は過半数を割った。金融危機と資本逃避の波の中、カバーロ経済省は12月1日に預金口座の引き出し制限に踏み切った。IMF と米州開発銀行世界銀行は、これを受け、4日後に50億米ドルを超す融資の凍結を公表。これが国民の動揺を買い、多くの貧民街で暴動が発生、死者23人を出した。 ケセバイントドスのシュプレヒコールのもと展開された暴動の末、デラルアは大統領職を退いた。辞職後もデラルアは警官隊による暴動の鎮圧や上院の増収愛事件、2001年の債務交換に関する不正疑惑に関わったかどで多くの告発や卒業を受けた。2007年3月にはクラウディオボナディオ裁判官を殺害したとして起訴されたが1年後に無罪となった。 エンリケ・マトフ安全保障担当省とラモン・メストーレ、内務省は2009年4月、5人が死亡した5月広場でのデモ隊の鎮圧が大統領の命によるものだったと証言した。2019年7月9日、ブエノスアイレスの病院で81歳で死去。ありがとうございます。